Hey guys! SK チャンネルのさときです。はい、今回はですね、こちらナイキバイユーでスパイクを購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。僕的には、結構久しぶりの、スパイクを、購入したということで、非常に、高揚感がありまして、やっぱりね、こう何歳になっても新しいスパイクを買うとすごいこうワクワク感というか、早く開封したいなっていう、気持ちがすごい高ぶりますよね。この調子だと、前振りが長くなりそうなので、早速、紹介していきたいと思います。こちらですね、使用感を皆さんに簡単にお伝えするために届いてから数回実際に履いておりますので、実際はこれを開けたら包装紙に包まれているんですけど、今回は開けたらもうスパイクが登場する形となっております。では開けていきましょう。いきます、せーの、ザザッ。さあどうでしょうか。今回はですね、こちらのマーキュリアルスーパーフライ8アカデミーの AG の、バイユーを今回作っていきました。はい、どうでしょうか。今回はね、この真っピンクのカラーを採用してみました。で、僕は普段ですね、いつもスーパーフライのエリートの方を購入するんですけど、今回はあえてスーパーフライ8のアカデミーの方を購入しました。そちらのね、理由も含めて、こちらのスパイクのデザインであったり、エリートとのアッパーの違いだったり、アウトソールの違いだったり、使用感っていうものを、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、ではまずですね、今回エリートではなく、なぜこちらのアカデミーでバイユーを作ったのかについて説明していきたいと思います。ナイキの公式サイトでは、ナイキバイユーという自分だけのカラーリングであったり、自分だけのデザインが、カスタマイズできる、サービスが展開されています。その中でこちらのマーキュリアルスーパーフライ8のエリートを、購入すると、32,450円となっております。一方でこちらのスーパーフライ8アカデミーの金額が 13,200円ということで、こちらのエリートとアカデミーの差が 19,250円あるということになっております。ナイキバイユーをね、利用される方の多くには、自分だけの一足が作りたい、誰とも被りたくない、世界に一足だけの特別なスパイクを作りたいと思って利用される方非常に、多いかと思います。ですが、いくらエリートで、使用感が非常にいい、そして世界に一足だけのスパイクが作れると言っても、なかなか 32,450円ってのはなかなか手が出しづらいと思います。しかも既製品のスーパーフライ8のエリートでも 38,000円ということで、なかなかこう高額な商品となっております。それに比べてこちらは 13,200円ということで、非常に、エリートに比べたらかなり手が出しやすいと思います。この安価かつこの世界一足だけの自分だけの、カラーリングがカスタマイズできるということで、残るはこの使用感が非常に問題だと思います。この使用感さえ良ければもうかなり、おすすめできる商品だなというふうに思ったので、実際にね、僕自身で、確認したいと思い、今回のこちらのエリートではなくアカデミーを、購入してみました。こちらがね、到着してからこう使用感を確かめるために、こう何回か練習で履いたりだとかしてみたので、そちらのね、使用感を、紹介していきたいんですけど、その前にまずはこちらの今回ね、僕がカスタマイズしたデザインであったり、このエリートとのアッパーの違いであったり、アウトソールの違いというものを、まずみんなと一緒に見ていきたいと思います。はい、ではまずですね、今回僕がカスタマイズしたデザインについて、見ていきたいと思います。今回、メインのカラーとして選んだのはこちらの、かなり派手なピンク色を選んだんですけど、こちらのカラーリングで、今回イメージしたのが、マーキュラルスーパーフライ4の、あの真っピンクの、マーキュラルと、女子サッカーの、アメリカ代表の、ラピノ選手
が、バロンドールを獲得した際に、登場した、バロンドールモデルのこのピンクがメインで黄色の数種の、マーキュアル2つを、イメージして今回作りました。このねピンクのね色味としてはこのベイパー10だったりこのスーパーフライ4のこのピンクの濃さよりも若干、薄いピンクだなという風な印象なんですけど、この履いてるのを遠くから見るとかなり、その当時のスーパーフライ4だったりベイパー10に近い、雰囲気が出てるので非常に、このピンクおすすめです。しかもこの金色の数種が非常にね、ゴージャス感が出て、特別感が出てて、そのラピノ選手のモデルにも、結構近づいたのかなというふうに感じます。で今回ねこちらの終端部分にはこのポルトガルの国旗を、採用しました。こちらをカスタマイズした時は、ユーロの2020がこう開幕するかどうかの、タイミングだったので、このポルトガルを応援する意味、ロナウドを応援する意味でこちらのポルトガルの国旗を、付けさせてもらったんですけど、まあ、残念ながら、ベスト16敗退ということで残念だったんですけど、まあ、ロナウド個人として、得点を獲得してくれたので非常に、僕としては、嬉しい大会となりました。でそして、ナイキバユーでは文字が入れれるんですけど、こちらの右足には SKCH7、まあ、これは SK チャンネルとロナウドの背番号7を、組み合わせた文字を、入れてみました。そしてこちらは、まあ、結婚記念日が近かったということで、僕の結婚記念日を、入れてみました。まあ、なんかよくねプロサッカー選手でこの家族との大切な数字であったり家族の名前だったりを入れるのを見てこう憧れていたので、これで今回はね、デザインしてみました。まあ、こういうことがねできるのも、バイユーの非常に魅力的な点だと思います。そしてアウトソールも同じアッパーと同じピンク色を採用してこの一体感が出るようにしました。このハイカット部分もね同じ色で採用して統一感が出るようにこうデザインしたカスタマイズしたという感じになっています。はい、では続いてこちらのエリートのアッパーとこちらのアカデミーのアッパーのまずはデザインの違いについて触れていきたいと思います。まずはですねこのなんといっても見てもらうと分かるようにエリートの方は透明感があってこう中の細かなパーツが全て見えているデザインとなっております。一方でこちらのアカデミーはこう細かなパーツとかは全く採用されておらず、この1枚の構成比較だけで構成されているアッパーとなっております。なのでまあここが一番価格の差がこう如実にこう出ているのかなっていう風な印象を受けてしまうんですけど、このデザインもこちらのエリートの方はこの後付けで別のパーツが接着されている感じとなっているんですけど、こちらはその形でプリントアウトされているという感じになっていて、やっぱりね、うん、ここが一番このエリートにしようかアカデミーにしようか非常に迷う部分だと思います。まあ、これはね、まあ、近くで見ると結構こうやってわかるんですけど、このあくまでも遠くから見てると非常にこちらも全然こう引きを取らない見た目という風な印象を受けますので、まあ、近くで見るとちょっとあれなんですけど遠くから見るとっていうところで捉えてもらえるといいかなという風に感じます。そしてね続いてインサイドを見ていこうと思うんですけど、こうインサイドもこの同じように透明でパーツが見えてるに対してこちらは全く見えていないというか、まあ一枚のアッパーでできてるっていう感じなんですけど、まあこちらはねまあ自分だけの文字がプリントされるということで、まあある意味こちらの方が特別感は生まれやすいのかなっていうふうな感じはするんですけど、やっぱり高級感という面ではこちらのエリートの方が群を抜いてるなというふうな印象ですね。そしてね個人的に非常に気になるのがこのヒール部分のこの L 字のようなこのパーツ部分ですね。これなんですけど、僕とケンタの、推測でいくとこのヒール部分と中足部後部のこのつなぎ目部分ですね、ここが、よれやすい、スパイクが非常に多いので、ここの補強のためにこれが入ってるのかなというふうに推測していたんですけど、こちらのアカデミーの方はもう単なるプリントっていうだけなので、
もうこれは全く補強のためじゃないなっていうのが一発でわかると思うんですけど、ここも後で、まあちょっと触れるんですけど、まあこの二つの差っていうのはやっぱり使用感で歴然だったなっていうふうな印象です。そちらの細かく後で話していきたいと思います。はい、では続いてね、こちらのニット部分についてこう見ていきたいんですけど、こう見てもらうとわかるように、このアカデミーの方は縫い目が細かいと言いますか、このツルツルしたような、このニットになってるんですけど、このエリートの方は縫い目がこうやって粗い、フライニットという風な感じになっています。これ見て取れるように、こちらの粗い縫い目の方が柔軟な伸びっていうのがあるんですけど、やっぱこちらの方はその柔軟な伸びっていうのはあまり感じられず、非常にこう硬い伸びなので、フィット感というか、まあ、ホールド感っていう面では、まあ、非常にいいのかなという風な感じはします。こちらも、後で触れるんですけど、まあ、この、まあ、このちょっとわかりにくい、こちらがね、スーパーフライじゃなくベイパーなので、非常にちょっとわかりづらいと思うんですけど、まあ、そのスーパーフライ8のエリートとこのアカデミーの一番大きな差は、ここにあるなっていうふうに僕は使用感で感じたので、こちらもね、後で、話していきたいと思います。はい、では続いてこちらのアウトソールのデザインについて見ていきたいと思います。こちらのね、アカデミーの AG ソールは、一新された新型のソールとなっております。こちらはもうアカデミーのみで、着用することができる、AG のアウトソールとなっているので、こちら非常に、興味深かったです。で、まずデザインから見ていくと、このまずセパレート型じゃない一体型ですね。エリートの方はセパレート型なんですけど、これは一体型のアウトソールとなっています。そして一番目を引くのはこの真ん中部分の大きな数種だと思うんですけど、これどことなくティエンポ6であったようなデザインかなというふうに感じていて、まあ、これ非常にかっこいいなというふうな印象がありますね。そしてスタッドの配置なんですけど、まあ、こちらはエリートと、まあ、若干この部分の配置が、まあ、このスタッドですね。このスタッドがエリートだともうちょっとこの辺に来るんですけど、若干前にずれたような感じなんですけども、あとは、まあ、ほぼ同じような配置の AG スタッドとなっております。で、まあ、エリートと何が一番違うかって、このスタッドの一個一個の根元に、こういう、なんていうんですかね、ブリッジと言いますか、こういうなんか、剥がれ防止のような、ブリッジが、こう、全部ついてるのがわかるかと思います。そして、このセパレート型ではない一体型ということで、これは非常に、この耐久性に優れてるんじゃないかなというふうに僕は感じています。まだその耐久性については、まだ5回ぐらいしか履いてないので、その辺は何とも言えないんですけど、まあ、これから何回か履いてみて、その辺は検証していけたらいいかなというふうに思っております。はい、では最後にね、こちらを実際に履いてみた感想について話していきたいと思うんですけど、こちらを履いて一番最初に感じたことが、思ったより軽いなっていうのが第一に感じた印象でした。で、先ほど比較したっていうか、まあ、一緒に見ていったこちらのベイパー14のエリートのこちら HG なんですけど、こちらも26センチで、こちらも26センチなんですけど、通常こちらのスーパーフライの方がハイカット部があったりとかして重たいんですけど、今回ね測ってみたらこちらの方が 10g ぐらい軽かったです。こちらが 222g で、こちらが 232g でした。この通常このアカデミーのモデルの方がこの重たいっていう風なこう印象があったので、まず最初にね それがね、一番最初にびっくりしました。他にね、いいなと思った点は、やっぱりこう自分でデザインした、カスタマイズしたデザインということで、まあ、非常にこう足元を見て高揚感っていうのはありますね。こうエリートのようなこの高級感っていうのはないんですけど、やっぱりこう自分でカスタマイズしたっていうね、この特別感っていうのがあるので、まあ、非常に愛着が湧く一足だと思います。で、続いてアッパーの使用感なんですけど、このアッパーはやっぱりエリートと違って、このフィット感、っていうか柔軟性にこう欠けるなっていう風な印象を受けました。こう実際にこのアッパーのね部分をこうやってプニプニ両方してみると、
これ柔らかさという面ではあんまり変わんないんですけど、こちらのアカデミーの方はこう軽く押すと、もうこの辺一面が一緒にへこむようなイメージで、こちらのエリートの方はこう少し押すと、もうその部分だけがへこんでって、徐々に周りもへこんでくるというような印象です。これは押すと全体的にへこむ、わかりますか、全体的にへこむようなイメージなんですけど、こちらのエリートの方は徐々に、わかりますか、徐々にこの中央からブワッとなっていくのがわかるかと思います。で、今伝えたこのアッパーのこのへこみ加減の違いで、どんなプレイの時にこう違いが生まれるかというと、こうやっぱり走る時のこの屈曲した時のアッパーのよれだったり、この足に対してのフィット感っていうのがかなり違います。やっぱこちらのエリートの方がこう自分の足の形に沿ってしっかりフィットしてくれるイメージなんですけど、やっぱりこちらのアカデミーの方はこうまとまってアッパーが、その部分面積まとまってこう屈曲してしまうので、こう若干この空間が生まれるというか、こうまあ足なじみがいいというふうにはこう言えない、使用感なのかなというふうに感じます。ですがやっぱアッパーの、ね、柔らかさがあんまり変わらない分、やっぱタッチ感、ボールを触る時のタッチ感の部分ではこれはあまり引けを取らない、いいタッチ感な風な感じはします。それはアウトサイドでもインサイドでもそれは同じことが言えたので、こうやっぱりこうスピードを生かすようなプレーというよりかは、どちらかというとこのパスをこう受ける、そして出すというような、こう基本的なシンプルなねプレーに向いてるのかなというふうに感じます。そしてこちらの、ハイカットの、簡易ニットの部分なんですけど、こちらが、まあ、非常に僕的には、不満な、点でした。なぜかというと、このニットのこの履き口部分がこうまあエリートの部分、エリートのねスパイクがないので分かりづらいと思うんですけど、この履き口部分の面積が非常に広いんですね。なのでこのエリートの方がもう少しこう狭まってて、こう自分の足首に対してこう広がってくれる感じなんですけど、これはもともと広がってしまってるような形状なので、この足首のこのホールド感、フィット感っていうのが非常に少ないです。足首が結構太めの方にはちょうどいいのかなっていう風な感じなんですけど、この普段エリートでハイカットを履いてる人にとってはこうちょっと物足りないフィット感なのかなという風に感じます。しかも、この伸び、ニットのこの伸び加減っていうのが非常にこの幅が狭いと言いますか、あんまり伸びてくれない、まあフィットしてくれないっていうのかな、っていう感じがあるので、やっぱここがこのエリートとアカデミーに一番違う点だなって僕は感じました。そのねエリートのニットの加減がどのような感じなのか知りたい方は、以前ねこちらのような動画を出したので、ぜひねそちらを見ていただけると分かりやすいかなというふうに思います。そしてねこちらのアッパーの人工比較部分とニット部分のこの境目なんですけど、見てもらうと分かるように、この分かりやすくこう段差がついてるかと思うんですけど、これは見た目以上に全然邪魔にならなかったです。これはなぜかというと、この中のこの部分、このつなぎ目の部分がこう薄く、アッパーが薄くなってるので、全然中でこの足首が動いてもくるぶし部分がねこう痛くなったりすることはなかったです。まあ、これは結構意外な点でしたね。こう今までのアカデミーとかだったら結構ここがね違和感あるとか多かったんですけど、まあその点が非常に良かったと思います。なんですけど、このニット部分のこのアキレス腱部分が、これが個体差なのか分かんないんですけど、この若干接着だったり縫い目が硬いので、ちょっとアキレス腱痛いかなっていう風な感じはあります。まあ厚手のねソックスだったりグリップソックスだったら問題ないんですけど、まあ、そこが気になりますね。やっぱり広いよねこの履き口。やっぱこれ一番不満かな。やっぱハイカットを選ぶ人はこの足首のブレってのを抑えたいから買うからね、まあ、ここはちょっとやっぱ、不満点ですね。で、ラストこちらのアウトソールなんですけど、まあ、これはもうなんていうんですかね、もうエリートのようなこの安定感であったりグリップ感
ていうのは兼ね備えています。それにプラスアルファセパレートじゃない分やっぱもっとさらに安定感が増すという感じなので、こうやっぱりスピードを生かすアウトソールっていうよりかはこうどっしり安定したプレーをするためのこのアウトソールに近いのかなというふうに感じます。それこそやっぱりね、先ほども言ったティエンポ6のようなこのティエンポっぽい、使用感があるので、まあ、ショートパスとか、まあ、その辺はやりやすかったかなっていう印象ですね。で、先ほども伝えたようにこちらのアッパーはスピードを生かすというよりかはタッチ感を感じる時の方が、いい使用感に感じたので、このアッパーとアウトソールの使用感を合わせるとスピードというよりかはこの中盤でボールをさばきたい人の方がこのスパイクを履きやすいというか、まあ、向いてるのかなというふうに感じました。まあ、このアッパーだったりニットだったりアウトソールっていうものの使用感をまとめると、やっぱスピードを生かすプレイヤーのためというようなスパイクではないかなというふうに感じましたね。まあ、個人的にはね、このマーキリアルっていうのはこうスピードを生かすプレイヤーのための、モデルなので、まあ、そこは少し残念ではあったんですけど、まあ、逆に言えば、まあ、普段ね中盤でこのティエンボとかこの GD とかね、そういったようなこの安定したようなプレーをする人がこのマーキリアルを着用するチャンスがあるなっていうふうな印象も受けましたし、まあ、やっぱなんといってもナイキバユーっていうのはこの一番の魅力は世界に一足だけの自分だけの一足がカスタマイズできるということなので、まあ総合すると 13,200円で買えるんだったら僕は結構ありなのかなというふうに感じました。はい、今回もご視聴ありがとうございました。今回の動画がいいと思ったらいいね、ライクお願いいたします。あとはチャンネル登録とインスタとツイッターやっておりますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。